鈴木さん、おはようございます。国際便です。はい、ご苦労様。どうも。ここを上げときますね。で、はい、ハンコですね。あ、どうも。どうかしました？いえ、やっぱ一人ですよね。どうもありがとうございました。なんだろう、今日は一人って。あ、大変だ。どうしたナナ、そんな格好で。おじいちゃん、ちょっとアメリカ行ってきます。あ、もしもし、おじいさん、私ミツコです。はい、そうで、荷物着いたかしら？ああ、さっきな。じゃあ、ナナ呼んでくれる？ナナ？ああ、ナナならアメリカに行ったよ。あ、おじいさん、また後でかけます。なんじゃ。はーい。な、ナナ！ホームステイで受験勉強。サンフランシスコは大騒ぎかな。もうあの子たち、あのままアメリカに残ってるなんて。きっとママたちのところだわ。でも私たちが7人になっちゃったことバレちゃったらどうする気よ。よし、今日こそは懲らしめてやんなきゃ。どう？バッチグーよ。ほんとよかった、ナナ様がママの住所覚えていてくれて。だって一度来てみたいと思ってたからね。でもナナだけ日本かって思うとかわいそうかも。気にしない気にしない、お目付け役がいない分思いっきり羽伸ばさなくちゃ。ねえナナ。え、何？どう？ここっていい眺めでしょ。うん。でもごめんね、パパ出張中だし、ママもこれからお仕事なの。ねえ、今晩ボディガベイに行こう。素敵なレストランがあるの。はい、お小遣いとガイドブック。5時にゴールデンゲートブリッジね。それまで観光でもしてて。はーい。え、今返事がたくさん。うん、気のせいね。じゃあ。でもでも軍資金もできちゃったし、たっぷり遊ぶぞ。この辺でいいはずなんだけど。こんな格好だからジロジロ見られるよ。ナナ？ナナやおまへんちゃん？え？あらまあ、やっぱりナナでんがなまんがな。ハニーさん、どないした？サイデか。そいでうちの手紙の住所見てね。うん、ママにも会いたいんだけど、びっくりさせるだけだし。まあ、とにかく業者のナナを捕まえて感情合わせなあきまへんな。そうなの。ハニーさん、手伝ってくれる？困ったな。実は私も今日は、あ、せいや、手があるわ。私よりええ相棒がおりますせ。鈴木さん。まさか上近くんのホームステイ先がハニーさんのところだなんて。ほんま、ナナの片思いの相手が唯一やったとは。お釈迦様でもお富さん。うん、それにね、おじいちゃんがね、私がいろんな性格のナナたちに分かれちゃった原因は上近くんじゃないかって。え？うん、私少し前まで上近くんの前じゃすぐ赤くなっちゃってお話もできなかったの。だからそんな私に我慢できなくって、心の中に眠っていたいろんなナナが出てきたんじゃないかって。なるほどね。まあ何にせよ、ここは私に任せときな、ハネ。ベビーシッター？ええか、
こっちでは学生の頃からアルバイトしたりして働くことも勉強するんや。ゆういちもせっかくのホームステイやさかいアメリカの学生ライフも体験せなあな。ナイス。ほな改めてこの子メリル、まあ、近所の楽器大将やで、シーズナナスズキナナ、英語で言うたらセブンやな。あーセブン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 。てなことでメリルを任せてで、他のナナたちのことは後回し、しっかりデートしといてや。そんな。ハナ、働かざるもの勉強するべからずいぞ。もうアルバイト押し付けただけじゃない。ナナ、だって俺、Are you ready? Yes, I am girl. OK, let's go! ちょっと、ウェイト。の世界に入るためこうして仲間を増やしているんだ。なんか私たちみたい。聞いとんのかこれ。ことないよ。でも元気ないみたいだし。うん、本当言うとちょっとね。こっちに来てからさ、僕たちの勉強って何に役立つんだろうって。何って？どう言えばいいんだろう。もちろん僕の発音が悪いんだけど、いくら頑張って英語を喋っても全然通じないんだ。そしたら自分の勉強なんて実は無駄なんじゃないかって、そう思えてきたんだ。本当に勉強ってなんだろうね。さあ次はどこに行こう。いいさ、せっかくのアメリカなんだからね、メリールー。あれ、いない。いない、いない。大変だ。メリールーがいなくなっちゃった。どうしよう。とにかく別れて探そう。よしよし、これで邪魔はいなくなった。あとはゆういちと二人でデートよ。あら、かわいい子。ねえねえ、私
そっくりな女の子見なかった？どうしたの？あなたも迷子？そっか、日本語じゃわかんないよね。鈴木さん、見つけてくれたんだね。近く？よかった、心配したよ。もう一人でどっか行っちゃダメだよ。さあ行こう、鈴木さん。え、これってどうして？で、いっか、神近くんとデートだぽーん。勉強にって思って。ダメダメ。え、そんなに固くっちゃ英語は通じないぞ。あ、でもいい、自分の伝えたいことを表すのが英語の基本。自分の気持ちをストレートにね。気持ちをストレートに。イエース、英語に限らず勉強は楽しまなくっちゃ。心からね。勉強を楽しむ心から。 That's all right。 それにね、このあたりじゃない、かわいい。ねえねえ、神近くんとママがお話ししてる。
変ね。二人とも知らないはずよね。じゃあどうして？こうしてもやおまへん。ハリーさん、まったく商売繁盛でナナ持ってくいやんか。はあ、やっと着いたって、神近くん？あ、鈴木さん、はあ、よかった。はぐれたらどうしようかってなあ。メリールー、どうしたの？メリールー、こいつ変なの。ビコースで遊ぶ。ミニミニミニ、何言ってるのかな。さあ、メニーメニーってたくさんってことだよね。たくさん？きっとこいつエイリアンよ。だってさっきの映画みたいに1 2 3 4 7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 
まさかこの子どこかでナナたちに会って。もういい、私がやっつけてやる。ああ、ナナレンジャーの。こっちじゃプリティレンジャーって言うの。そっか、ハニーさんの家に置いてきたの。さあ来い、エリア。ダメ、それは。あ、ヌドチさん。ビーで、クックメリュウイジ。お願い返してよ。ね、それがないと日本へ帰れないの。いやよ、エリアなんかやっつけてやる。リュウイジは私が守るのだ。びっくりしたな。あの時は鈴木さんがナナレンジャーかって思っちゃった。そんなわけ。あら、寝ちゃったね、メリール。ラブユー、ユイチ、アイラブユー。そっか、メリールも上近くんのこと好きなのね。だからその気持ちにプリズムが反応したんだ。ねえ鈴木さん、明日はどこに行こう。ミラウズの森林公園、モントレー水族館、それとも上近くん、なんか元気なんか分かってきたんだ。将来何に役に立つかなんてことより、まずは今勉強を楽しまなくちゃ。それに勉強を役に立てるのも無駄にするのも自分次第なんだ。うん、そう教えてくれたんだ、おばさんが。いや、お姉さんかな。上様、ナナったら遅い。
本に帰ったらいよいよ受験の追い込みだね。行きたいな、同じ高校に。こうして私の中学最後の夏休みは思いがけない場所で幕を閉じ、運命の第2学期へとその舞台を変えていくのです。そう、好きな人と同じ高校へと行くため。まぶたを閉じれば響いてくる、昼は昼に夜は夜に、静けさと最近遊んでくれないね。そうだね、七井ビリだってさっぱりだし。もしかして隠れて受験勉強してるんじゃない？そんなことしてない。だって私高校受験しないから。へえ、どうして？次回七人の七第15問、それぞれの受験、未来は我が手が誰の手に？私の恋と受験はどうなるの？